はい、どうも、タンプロスプレイです。前回ね、無人発電所でイベントをやったので、今回は白帯の森に行けばいいんだよね、多分。白帯の森、あ、いなくなってるね。ここに行かないんだけど、いなくなってるから、まあ、白帯の森に向かいますよ。お、来た、バブル光線。ポッチャマといえばこれだよね。あれポケでさ、ポッチャマがさ、ポッチャマーって言いながらバブル光線をやりまくるっていうさ、ポッチャマといえばこれだよ。ポッチャマは大名詞の技だよ、これ。バブル光線。バブル光線は確か水鉄砲より威力高いし、追加効果もあるんだよね。水鉄砲の完全調理効果。まあ、PP はちょっと少ないけど。うわぁ、来たなぁ。ポッチャマといえばこのバブル光線。交代水鉄砲の使い方を綺麗に忘れた。そして、交代新しくバブル光線を覚えたー。よし、来たぁ。よし、バブル光線早速使うか。どんなもんかな、威力。つつくのが入るな、今回。やばいやば。まあ、バブル光線の試しってことやね。やってみるか。ポッチャマーあ、いやー、そこは一発で倒してほしかったけど、でも、遠回りこんな帰るのはマジですごい。革命だよ。水鉄砲に行くなら全然、もう水鉄砲はマジで弱いからな。やっと初期技から解放される。なんかいる。白帯の森ついたけど、なんかいるな。はじめまして、私の名前モーミン。あなたは？プロスペンって名前なんだ。ねえ、プロスペンお願いがあるの。この森を抜きたいけど、私一人じゃここ細いの。銀河とかいう怪しい人からついてって聞いたし、食べる道でって言うでしょ。一緒に行きましょう。プロスペンはモーミンと一緒に行動することやった。あったな、こういうなんか、一緒に行くやつ。はエナジーボール、エナジーボール覚えてんだけど、この決勝じゃねえ。ちょっと両方のエナジーボール使ってる。やばい、それやばい、それやばい。ラッキー受けてくれ。頼む、ラッキーで受けてくれ。ラッキーは得も高いから、別にエナジーボールなんか大丈夫なんだけど、洪水になったらやばい、さすがに。ケイシーのエナジーボールでも、半分は食らえるし、多分。え、よし、よし、大丈夫。ラッキーで受けろ。ラッキーで受けてくれ、頼む。こっちに来んだ。こっちに来んだ。ああ、よし、危ない、危ない。運がいい、運がいい。ああ、怖え、これ。こっちに来るんじゃねえぞ。怖っ。あ、チャーボイス、ここで。まあ、うちにしてもあと一回、こっちに来なければ大丈夫。こっちに来んだ、こっちに来る。あ、来た！やーばえ、こんな食らうの嘘でしょ、タイプ打っちゃうのに。えやばいでしょ、これ。嘘でしょ、何言ってんの。無理じゃん、こんな。え、無理ゲーすぎんか、それは。マジか、いや、びっくりしたわ。半分は食らうかなーって思ったけど。え、嘘だよ。こんな食らうの、エナジーボールこんな食らうの。え、やば。一応って止めてるもんだって。いかんって。それはいかん。いや、まあ、とりあえず、まあ、タッグ組んでないで、あいつ回復してくれがいいんだけど。やば。ん、あ、どうした、あら、ここは出口なのか。あれ、私一人やったら絶対無理だったわ。ありがとう、ボスさん。これで、白帯シティ行けると。よし、着いた、白帯シティ。あ、じゃ白帯シティまだなのか。遠いな、白帯シティ。よし、着いたぞ、白帯シティ。これでジムに行けるのか。やっと2個目のジムか。結構時間かかるな。いや、ほんとは1パート、1ジムくらいで行こうと思ってたんだけど、これ無理そうだな。まあ、2、3パートに1ジムくらいか。そう考えると、まあ、20数パートくらいはかかりそうだな。ん？なんか今ちょっと、レベル上げでトレーナー倒してきたんだけど、この人さ、6体持ってて最初に出してきたのはコイキングなんだよね。こういうことはもしかしたらこれはあれか？もしかするとだけど。いやー、このさ、晴れるのさ、何も起こらないのさ、虚しさすごいよね。晴れ続けるけど、何も起こらないんだもん、ね。コイキングは1体目倒れる。それ2体目出てくるのは ?2 体目出てくるコイキング。6体全部コイキングなんじゃないの、こいつ。
ちょ、マジで6体全員コイキングだった。面白いでしょ、すげえでしょ、コイキング6体連れてる、それな。あー、もっと真面目にやればよかった。それふざけてるよな、コイキング6体は。わかるよ、そりゃ。なんでこんなことでギンガナいるんだ。おっと、そこで、もうちょっと強そうな。ポケモントーラー諦め、いや、許してやろう。わかった、ポケモントーラーまんまじゃないか、こいつ。あ、白だ、来た。あら、ポケモンズか、仲間博士を伝え、君の名前は？そばしてるの名前でお金。私は白だ、ポケモンシーバーの仕業という。物好きなポケモントーラーよ。この枠手には大昔のポケモンをかたどった。ポケモンの像があるの。何でも、すごい力を秘めたポケモンだって残されてる。君のポケモンを探しているよ、そのポケモンに出会うかもね。そうだ、これ使っていたの？わざましに93を手に入れた。へぇ。なんだこれ、なんだ？居合切りか。あーな、これで居合切りが使えるようになると。次どこ行きゃいいんだろうな。多分まだジムにある。あ、これあれじゃん。なんかリアルとパルキアが合体したみたいなやつを。ポケモン像に控室が抱えて、生み出されし、私たち時間を与え、笑っていても涙を流していい。同じ時間が長い。それはリアのおかげだ。ところが文字が癖で読めなくなっている。これはリアルガとして描かれてるんだな。で、これリアルガの姿とパルキアの姿が合体したポケモンみたいな感じなんだけどね、これ本当は。まあ、だっけ、ここではリアルガとして描かれてる。なるほどね。で、白体ジムどこだ？お、白体ジムあった。あ、これ普通に行けよ、白体ジム。お、だってね、このポケモンじゃ確定的に取りなぜに勝つとジムリーダーと戦える。じゃあ奥で待っていいかな、よろしくね、ちゃんみたいさん。ちょっと待って。そうか。あいつあれだよな。クソタイプのジムだよな、こういう考えたら。そうか。クソタイプはここ。来たな、序盤から。大隅のチャンピオンってさっきスピード感増える少年にも言ったけどな。あいつ来たな、ジュン。ここのジムリーダーだとね、クソタイプを使いて。クソタイプの獣は炎を嫌っているぞ。いいな。おっと、それ以前にジムについてアドバイスだ。ジムのあちこちにトレーラーを通さないと。自分以外挑戦できない。ちょっと大変だ。ポケモン来てるとか思って頑張ってくれよ。レベル上げできるのはありがたい。まあ、ポッチャはね、旅の末、つくを覚えたから、つつくを頼りに頑張るしかない。つつくで通りがするしかないんだよな。どこにいるんだろう。まあ、その辺にいるし、多分。あ、いた。一人いた。隠れんぼみたいなもんか。よし、これで4人全部倒したから、夏目が出てくると。回復して事務所に行くか。よし、そんじゃ、全部、ボブトレーダー倒したから、やっていくか。よし、倒すぞ。いや、でも、正直言って勝てる気がしないんだよな。クソタイプのジム。ナトレ、あ、夏目じゃなくてナトレだった。ずっと夏目だと思っとった。私、白体のジムにはクソタイプの使いになって、さっき見たとこった時、あなたは絶対ここまで来る。そう思った時、ズバイやって、なんていうか、そんな雰囲気出してるよ、あなた。とにかく他の勝負しようよ。おー、気楽な感じ。さてと。え、何体いるんだ、それは。ポケモン。3体 ?2?3?2 か3でだいぶ変わってくる。3いるなぁ。ちょっと待って。どのくらい賢いんだろう、こいつの AI。こいつの AI どのくらい賢いかだいぶ重要。さあ、向こうは常に草タイプの技で抜群取れるんだけど、こっちはつつくしか有効ではないから。まあ、先手こっちが取れるのはでかい。あれ、半分くらいは。チェンバーなくしよう。よし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 。いいよいいよいいよ。よしよしよし。状態異常は出ないのに神秘の森。よし、大丈夫。この AI 賢くない。バカだ、バカ。よし、大丈夫。これ一体突破する。あ、レベル上がらんか。途中で、ないとね。え、19レベルのライトでやばくないか。葉っぱカッターだよな、多分。ないと、半分食らわん、3発だな。あ、バカだ。こいつバカだ。え、でもリフレクターちょっときつい。リフレクターちょっときついよ。リフレクターちょっときついんだよな。あー、どうしよう。いやー、でも行くしかないよな。リフレクターはかなりきついけど。やばいな、これ。あと 3% 倒せないんじゃないか。葉っぱカッター切ったらどんくらい食らう？やばい、やばい、やばい。いや、もう無理じゃん、それは。どうしよう。え、無理じゃねこれ。急所。あと一発か。あと一発あるたぶんこれ。あー、葉っぱカッターで普通にやられる。え？あれ？てね、これどうやって勝てばいいの？どうやって勝てばいいんだ？葉っぱカッター特殊だもんな。甘いの作戦が通用しない。どうやって勝ちましょう、これ。さて、どうしようか。どうやって戦おうか。いや、さっき思い出したんだけどさ、わざわしいも終わったんだよ、途中で。あ、ついばむってわざわしいんだけど、これを使えるかどうか。どうだ？あ、使える。ついばむ。でかいよ、これは。
つくつくの約2倍霊力だから、ついばむ。よし、これはでかい。マジででかい。これ、つつくを忘れさせて、ついばむを覚え捨てる。これならなんとかいけるんじゃないか。ついばむがあったら。ナイトルを角2で落とせるかどうか。リフレクターを払えないプラス、ナイトルを角2でついばむで落とす。ツイバム2発でいけるんかな、ナイトル。微妙だな、ちょっと。さて、まあ、初手のチェリンボは楽勝。初手のチェリンボさ、ツイバムだったら一発で落とせるんじゃない、もしかしたら。相手からの攻撃を、まあ、できればチェリンボはね、ノーダブルで突破したいんだよね。これいけんじゃない、ツイバム一発で。どう？お、一発じゃん、すげえ。ツイバム強え。ありがとう、あの女の子。ツイバムくれた女の子。まあ、ここはちょっとレベルアップしないよ。ちょっときついけど。さあ、ここで半分食らうかどうか、正念場。どうだ？後天のツイバム。お、半分食らったらいけるいける。これ全然いけるわ。ツイバム強え。ツイバムが強すぎる。これで、まあ、あ、リフレクター食らうとちょっといけないんだね。なんで葉っぱカッター。どうしよう。これナイトで倒してもいい。倒すしかないか、でも。ナイトを倒し、あー、いい傷薬か。なるほどな。やばいな、これ。うわ、傷薬使ってくんのか。ちょっと待って、そういうことはさ、あれあれ、ちょっと待って、きついな、これ。ちょっと待って、急所当たってくれるのきついな。葉っぱカット2発で倒れちゃうもんだ。なんか傷薬で回復追いつかないでしょ？意味ないもんな。葉っぱカットの PV 切らすしかないの、これ、もしかして。いや、やばいな、これ。今、チェリンボをツイバム一発で倒したところなんだけど、まあ、あれもね、結構段数で倒れんときは倒れないんだけど、で、倒したから、次なんだけど、ライトでね、こいつ絶対リフレクター使ってくるの。なんか、もうリフレクター使ってくるから、多分今回も。多分ね、リフレクターを、済ませたらもう勝てないの、こっちは。というわけで、リフレクターを済ませることを回避するために、イバルを使って混乱してます。混乱させてリフレクター貼ることを防ぐ。これで、ここで混乱してくれれば、混乱3分の1だから、そこまで低い靴じゃない。混乱しよう、混乱しよう、自称。よし、OK。これで、まあ、これツイワムが普通にリフレクターなしに入る。まあ、ちょっと足りないんだよな。倒すには。もう一回混乱しろ。あ、葉っぱかったらリフレクターじゃない。よし、OK、OK。もう、急所。まあ、もう一回ツイバム。あ、これいい傷口使ってくるのか。ああ、なるほどね。じゃあ、ジムリーダーがさ、いい傷口使える数ってなんか決まっとったよね、確か。あ、2個使った。確かなんかさ、1人につき何個しか使えないみたいなの決まってるんだよ。ということは、ここでさ、いい傷口を使い、枯らせば、あ、ナイトルにいい傷性を使わせずに済むっていう可能性があるんだよね。そうなってくると突破の糸口が見えてくるな。で、問題はこの HP でナイトルの葉っぱカッターを耐えれるかどうかなんだけど、どうだ？で、まずここでいい傷性を使うかどうか。まあ多分こういった 100% リフレクターを貼ってくるから、そうだよな。これリフレクター貼ってきて、まあ、あの強場が2回いるんだけど、まあ、これ、ツイワーブ。あ、やっぱりちょっと足りないんだよな。まあ、これ、葉っぱカッターちょっと耐える。これ問題、これ、いい傷を使ってくるかどうか。あ、使ってこない。相手、いい傷切れてるわ、これ。来た。さて、問題なんだけど、この次の敵なんだよな。次の敵倒せる、これ。最後、ドズレルだよな、確か。まだ覚えてないもの。22レベル。ただね、ちょっと待って。まあ、
いや、さすがネックないと突破してあれなんだけど、あのドツネイドはね、特殊は高、特殊防御が高いけど物理防御はその高くないんだって。だからついばむで一発でいけるんじゃないと思ったけど、向こうの方が早いんかこれ。え、向こうの方が早い、やばくない？サイレントポッチャはドツネイドの腹吹雪向いてね。え、向こうの方が早い、やばいって。ですね、今計算したんですけど無理です。ポッチャマがドゼイの腹吹き耐えるのは無理です。あの防御がこいつ低くなる性格なんだよね。やばい、積んだかもしれん。まあね、ちょっとね、まともな方法だとね、これはね、もうクリアできないんでね。いやーね、草ジムは無理だよ。草ジムは無理だって。で、2個目のチームでさ、草ジムはやばいでしょ、普通に。ポッチャは2抜群だからね、どう考えたって無理。まあ、というわけでね、まあ、もうね、これしかないってことだよね。まあ、あるアイテムを取ってきたので、それを使っていきます。まあ、このチェリンボが雑魚なんだよ。このチェリンボが雑魚だから、この隙を利用して、そのアイテムを使っていく。今回やることは、ドーピングです。薬やります。いや、もう、こうしないとさ、勝てないから。プラスワードに変ダを積むことによって、結局さ、その、ロズエルが出てくるときに、HP が残ってないと、ディフェンダー使っても腹吹雪耐えられないんだって。だから、プラスワードを使うことによって、ライトの一撃で倒す。ナイトの一撃で倒すことによって、その材料ができた時に HE が残ってるってことも重要。まあ、だからプラスワードにヘンダーを、こう、雑魚を相手を前にして、この隙を利用して積んでいくと。これ、攻撃2段階上がる。薬ね、まあ、確かに、結構ね、貴重なアイテムなんだけど、まあ、次の街行くと売ってるから、この薬が。まあ、高額だからあれなんだけどね。まあ、草地部を乗り切るにはこれしかない。あと、ちょっと待って。これ運がいいぞ。チェインボが、なんか、よくわかんないけど、変化図ばっか使ってくれたから、これ次はもう3盾でいけるんじゃない？さあ見ろ。これが薬と力。いよいよ。いや、これね、次はもうね、薬使ってないので、一発で倒れるかどうかね、段数だから。もうナイトなんてね、全然倒せないんだけど、まあこれも水バムを使うことによって、行け、ここで水バム。ずっと、いやー強い、ドーピング強い。これはね、ちょっと依存するとやばいけどね。まあね、依存するとやばいけど、まあ多少なら大丈夫。ちょっとね、あんまり依存、やりすぎると、抜けになっちゃうんだけど、まあでもこれはね、草地はさすがに使わんと無理。これで花吹雪が耐えれるはず。大丈夫だよな。よし、オッケーオッケーオッケー。あぶねえ。せっかくさ、これ、せっかくこれ、ズイターンまで戻って取ってきたんだから。危なかった。それ取られた。あ、食べた。なんか、オーモンの実食べた。つうか、ツイワマってさ、こういう効果あったら、木の実を奪って食べれるんだよな。オーデムラップ。いいね、いいね。見られ好き。見られ好きか。どうだ。いや、まあ、いないよな、見られ好きは。よーし、勝った。なんとか勝った。ふぅ。いやー、ちょっと、これはね、はい、来ましたね、定番。もうこれは何回もやることになるんだけど。よし。よし、それ、ポケモンさんというのは大変だったでしょ。ポケモンさんでって薬取ってくるのは大変だった。でもそれがあなたのポケモンへの愛情ってやつだよね。それを見て、これを私は、あ、いいんですか。ああ、ジムくれた。バッチくれた。薬の力でね、まあ草タイプの方を何とか乗り切って。さあ、次行くか。よし、これでヤギが使えるなと。シール。ああ、あれか。技マシン86。まあ、草タイプの技は使えないからあんま意味ないか。はい、そんじゃあね、まあ、なんとか草ジムもドーピングでクリアすることができたということで、今回はこれ。それ皆さん、また、これ。